ごきげんよう、モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。今日は2020年11月の27日金曜日です。今日はちょっと嬉しいニュースがあります。それはこれです。県民の森、来年4月再開と出ております。広島県方針、赤字穴埋め策検討と書いてあります。県民の森、まあ県北の自然の宝庫ですよね、まあ、宝ですよね。その県民の森が今閉まっておりましたがね、来年4月に再開というんですから嬉しいじゃありませんか。これちょっと記事を読みたいと思います。指定管理者の自己破産で施設利用を休止している庄原市西条町のスキー場観光宿泊施設広島県立県民の森について、設置者の県は19日、来年4月に再開する方針を明らかにした。今後、業務の見直しや、雪不足時の赤字の穴埋め策を検討し、新たな指定管理者を募ろうと書いてあります。いいですね。そしてですね、いろいろ書いてありまして、そうですね、これあたりいきましょうかね。いろいろ検討した結果、その結果2016年から19年度の平均年間収支は宿泊施設が黒字になってます。黒字、日帰り入浴施設が赤字だった。スキー場は例年1000万円程度の黒字だが、19年度は雪不足で利用が減り3300万円の赤字になっていた。このため、新たな指定管理者を募る際は、日帰り入浴施設やレストランの経費を減らすように即し、施設全体の利用促進策を提案するよう求める。雪不足でスキー場が赤字になった場合の支援策も詰める。募集スケジュールは未定という。この日の県議会生活福祉保健委員会で説明した。県自然環境課は、長く県民に親しまれてきた野外活動施設で地域の観光資源、経営改善策を練り、再開を目指したいとしている。委員会では、県議から県内の他の民間スキー場が雪不足で赤字になったらどうするのかとの質問が出た。県の担当者は、民間施設まで検討できていないと答えたというんですが、まあ、何にしても、県民の森が来年4月に、再開するというんですからね、嬉しいですね。県民の実、4月頃からだん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 とこう薄いこう緑がだん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 5月の連休あたりになって、うわーっと色づいてね、一気に芽生えがガーッときて、あの時に、そうですね、思い出はモデルキャンプというのをやってましたね。キャンプ指導者を育てるキャンプですね。モデルキャンプの3泊4日ぐらいでやってましたかね。あそこがキャンプの登竜門というかね、みんなが新しい人がキャンプ経験のない人がそこにモデルキャンプに行って、いろんな勉強をして、いろんな体験をして、自然の良さなども学んでですね、そこからまた指導者になっていく、そして、県北の自然を守っていくというか、輝かすというか、磨くというか、そして人材を育てて輩出していった県民の森です。それ今休んでおりましたが、今度来年になるというんですね。そういえば県民の森などはね、思い出すのは山の歌を歌ったのね、思い出しますね。昔の数々を秘めて語らず、御言や山ブナの林に佇みて、よする思いを
を垂れ流る夕日赤赤池の段たたずむ男の歌悲しい恋に破れて夢も破れ里の日あわしえぼしやあま遥か彼方の大戦に寄する思いは我が姿まあ、県民の森は、まあいろんな山男が失恋し涙を流し、そしてまた立ち直っていくという、まあそんな自然環境もあります。まあ人間道場で言うんですかね、人間を育てる、まあ最高の場ですね。ぜひ4月に新しく輝いてオープンすることを期待しております。チャンネル登録も続いてよろしくお願いします。今言いましたら今186人昨日より1人増えております。まだまだ頑張っていきます。1000人に向かってまっしぐらいきます。また明日ごきげんよう。